はい、じゃあ次の聖書の箇所に移りたいと思いますね。ヨハネによる福音書の第15章の5節。前に中井さんから質問があったんですよね。例えば人から責められたことがありますかとか、その時どのように祈り、どのように対処しましたか、はい、あったね。はい、さっきの説教が答え。ありがとうございます。愛するより他ないっていうこと、いいですね。一応お答えしたということで。はい、じゃあ次の箇所を読みたいと思います。ヨハネの15章の5節読みましょう。はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。これもすごい言葉なんですよ、考えてみるとね。まあ、ある意味でそれより他にないという一つのあり方が提示されているわけですね。つまりとどまっているなら多くの実を結びます。いや、とどまっていなければそうでない。だから一つのことがはっきりと実を結びたいですか、それならばとどまっていなさい。で、私から離れないようにしなさい。なぜですか。離れたらあなたは何にもできないから、とこういうふうに言われているので、やっぱり時々ここに戻るですね。ここ以外に我らの生きる道はないということですよね。したがってイエス様ははっきりと、イエス様と私たちの関係が一体何であるかということをしっかりと言われました。つまり私はブドウの木で、あなた方は枝です。で、それがイエス様とクリスチャンである私たちの関係ですね。で、実に適切な例をとって説明されたというふうに思います。で、言い換えれば私たちとイエス様との関係っていうのは、これはブドウの木と枝ですから、生命的関係です。命がつながっている。考えたことありますか。イエス様と僕たちはみんな命がつながっているですね。有機的な結合体です。ちょうど血液が心臓から送り出されて、こう全身に及んでいるように、ブドウの木であるイエス様の生命が、これは樹液となって枝である私たちに全部行き届いているということです。もちろんね、血液が止まったら体は死にます。で、イエス様の樹液が僕たちに届かなくなったら僕たちは死にます。だからもうイエス様にとどまっているより他ないし、そして実はイエス様と私たちの関係っていうのはそういう関係なんだ。常にイエス様は僕たちに受益を送り続けてくださっているんですよ。これすごいなと思いますね。僕たちはなんとかこう自分で朝も早く起きて聖書を開いて読んで、ディボーションもやってとか、いろいろ自分でやってるように思うでしょ。でも我々が自分の力ではできない。イエス様から受益を送ってもらわなければ、その命によってしかできないんですよ。で、イエス様ははっきりと、私はブドウの木で、あなた方は枝です、ね、私から離れてはあなたは何にもすることができない。でもずっと私から受益をもらい続けるならば、あなたは素晴らしい実を結ぶことができるんだ
というふうにおっしゃいましたね。で、まあ、そういうわけで枝にできることは何かって言ったらば、もうこれはもうとどまるということ以外にありません。で、まあ、そういうようなブドウの木と枝の関係が私たちとイエス様との関係だということですね。そういう一つのイエス様と私たちの関係を、まあ、なんとまあ素晴らしくイエス様は語ってくださったかなというふうに思いますね。じゃあイエス様から僕たちに届けられる受益ってどんなものなんでしょうね。当然心臓から送り届けられる血液が、これは良好な血液であれば、全ての体が元気になりますよね。じゃあイエス様はご自分の命の受益を僕たちに送り届けてくださるんですけども、それはイエス様自身がね、全人生において体験された喜びや悲しみ、時には激しい苦しみを通して作り出された樹液です。その樹液をただ勝手にイエス様は送っているわけじゃなくて、イエス様の命っていうのはイエス様の全人生で作られたものです。だから、まあ、例えば胎児っていうのは、これみんな母親からエネルギーを全部もらうんですよね。命の、なんて言いましょうかね、血液にしても全部母親からもらうわけですよ。そうすると、もし母親がいい加減な食生活をしていたら、その結果を取るわけです。だから当然体内に赤ちゃんができると食べ物も気をつけますね。お母さんはできるだけ、なんて言いましょうか、この本物の食べ物を食べます。そういうような農薬の入ったものとか、そういったものはできるだけ避けるですね。なぜかというと、自分の食べたものがそのまま養分となって胎児に吸い取られていく。そういう意味では、母親と胎児っていうのは生命的結合体です。と同じように、僕たちとイエス様との関係も生命的結合体なんですよね。というと、僕たちがね、イエス様からいただいている命とか受益というのは、これはもうすごく栄養と滋養に富んだ生命だと思いますね。で、イエス様がその滋養に富んだ生命を、まあ、作り出すために、イエス様は地上の生活で大変な苦しみや悲しみがあって、それを経験なさって、そういう中で作られたものなんですよ。でそれが僕たちを養うんだと思いますね。だからこういうふうに聖書は言ってますよ。彼は私の咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。つまり我々が癒されるのは、イエス様がその癒す力を作るために、さまざまな苦しみや悲しみや痛みを全部吸収なさったわけです。だから癒されるわけですね。まあ、ある意味で、僕たちがある人からすごく慰めを感じるのはね、その人自身が辛い体験をしている人の時です。何もかも成功してうまくいっている人からね、私はこうやったら、あれもうまくいったのよ、うまくいったよ、あなたもやるとうまくいくわよって言って慰められる。
あまり慰められないよね。でも自分が本当にダメだと思っている時に、で同じような体験をして痛みや悲しみを担っていた人だな、で何か語りかけてくれると癒される。同じようにね、イエス様は僕たちを癒すために驚くべき人生を送ってくださったんだなというふうに思いますね。だからまあある意味で僕たちがですね、人生であるいは聖書を学ぶにしても、何か自分の心の糧になる学びをする、つまり本当に需要のあるものを僕たちが吸収していくためにはね、ある人から学ぶとしたら、きっとその学びはね、その人が苦しみを通して蓄えた需要を受け取るんだと思います。それは本当の意味で学ぶということ、それがね、単なる情報を得ることと違うわけです。知識を得ることと、でそれは、私の妻をね、信仰に導いてくれた方はね、ジャック・ロッカーっていう方ですけれども、結婚した時に彼女が言いました。私の人生の中で、ジャックさんほどに、聖書を深く我々に語ってくれた人はいないと言いましたね。その後いろんな宣教師と働いたけど、ジャックさん以上の人と出会わなかったというようなことを言いましたからね、僕もそのジャックさんに会いたいなと思った。でそしたら、結婚して間もなくして、そのジャックさんが日本に来るっていうことが分かったんです。でその方は東京の日野教会を始めた人なので、当然日野に招かれて何十年ぶりかに来たんだと思いますね。でやっぱり会いたいなと思ったんですね。でも東京へ行っても大勢みんながいるので、とても個人的に会えないと思ったから、何としてもこの人をね、2日間だけ九州まで呼びたいと思ったので、僕は掛け合いました。そのスケジュールを組んでいる宣教師に、お願いだから2日間だけ僕はそのジャックさんを九州に呼びたいんだって、もうね、みんなも集計も決まってるんだって言われたんですけども、無理って2日間空けてもらった。そしてジャックさんが九州の僕たちのところに来てくれたですね。そして初めて僕は会います。で妻はね、救われた時の宣教師ですから知っている。でその日はね、すぐに休ってもらって、朝朝食を呼びに行きました。で朝食に来てくれた。そして食事をして、僕が一つ質問をしました。そしたら彼は2時間ぐらい一つの質問に答えてくれるんですよ。圧倒されましたね。途中で僕はね、何としてもこの人の言葉を聞き逃したくないと思ったので、テープレコーダー持ってきて食卓に置いて、でその質問に対する答えを全部レコードしましたね。で一つが終わって、また僕が一つやると、また2時間ぐらい答えるんですよね。とうとうその日はね、その食卓から一歩も動かなかった。夕方までですね。そして翌日また朝食に来た。でまた一つ質問すると、また2時間ぐらい。2泊3日で彼は東京に帰ったけど、ほとんどの時間を僕たちは2人で食卓で使ったですね。ちょうどマリアがイエスの足元に座って、その話に聞いたように、僕はジャックさんの足元で教えを受けたですね。たった2日間でした。でもね、このジャックさんとの交流はその後の僕の生き方を大きく変えました。ですから僕は彼の言葉からたくさんの養いを受けたんだというふうに思いますね。でもそれはですね、彼から得たのは方法とか
あるいは知識とか情報ではなかったんです。むしろ彼自身が自分の人生の中で多く経験した苦しみとか悲しみとか、そういった中で彼自身の内側に蓄えられた豊かな養分です。それを僕はね、その時に吸い取っていったんだというふうに思いますね。今の時代なかなかこういう学び方っていうのはしない。みんなも聖書はだいたいインターネットでかなり情報を得ることができますよ。でもそこには人格的な介在というものがないんですよね。だからやっぱりね、人からあるいは人との交流を通して、そうするとその人の人生そのものからで蓄えられたものを、まあ、僕たちは受け取ることができる。ですからイエス様がブドウの木で我々が枝っていう時、そのブドウ木の木っていうのは驚くべき体験をなさった方なんです。そうやってのみあの地上の33年の間にイエス様のうちに深く培われた需要ですね。そして最後にはあの十字架で多くの苦しみを経験なさった、そういうような中で人格的にあの内側に蓄えられている栄養分を、まあ幸福なことに僕たちはイエス様につながるだけでそれをもらえるということです。だからということはどういうことかっていうと、皆さんもイエス様になるということですよ。そうだよね。不思議ですよね。言い換えれば僕たちが誰かと接してイエス様からつながって需要をもらい続けていると、誰かに話すときにイエス様の栄養分が僕たちを通して出ていくっていうことです。だから僕たちが自分で励まさなくてもイエス様の栄養分が僕たちから出ていくならば、それはもう、ね、最高の栄養分を持った命を誰かに与えると、不思議にその人もまた癒されていくのを見ることができます。でこれがあの私はブドウの木であなた方は枝ですという意味だと思いますね。で、まあ、僕は本を読んで本によって養われたものはあるけれども、でも本を読むことは僕にとっては著者を読むことなんです。だから大体僕はあの一人の人の本で非常に心が豊かにされた場合には、大体その人の本をできるだけ読むあるいはその人の人生そのものにも僕は関心を持って読むですね。ないならばその人から学ぶということは、本から学ぶということはその人自身からその人の持っている命を得ることだというふうに思うので、そういうような仕方で読むんですね。内村鑑三にね、キリスト信徒の慰めという本があります。で言い換えればこれはもう本当に彼が命がけで書いた書物ですね。自分がいかにイエス様から慰められたかということをですね書いているわけですけれども、全部彼の体験で、こんなことを言っていますね。書を挙げると、愛する者を失せしとき、国人に捨てられしとき、キリスト教会に捨てられしとき、事業に失敗せしとき、貧に貧しさに迫りしとき、不義の病にかかりしとき、これ全部自分の体験ですね。彼は皆さんご存知のようにね、教育直後に礼拝をしなかったために、ね、彼は東大の先生をしてたけど即クビになりましたね。みんなから売国奴と言われて、非難されて、でそうしてもう食べていくことができない、結婚して間もなくでしたけど奥さんは辛労で亡くなってしまいます。でこれが愛する者を失せし時です。どうして自分にこんな悲しみが来るのかと思ったですね。その時になお
キリストに慰められたってことを書いてるわけです。で、国人に捨てられし時っていうのはもう日本中の人々からですから、なかなか職がなくてどこも雇ってくれなかったんですよね。だからみんなから嫌われた。で、そういうことを言ってる。それでもイエス様に慰められたと言っています。またキリスト教会に捨てられし時っていうのは、彼はね、信仰のゆえに教育直後に礼拝をためらったのに、教会はそれを応援してくれなかったですね。だから教会にも見捨てられたと思ったんですね。また貧しさっていうのは本当に彼がその頃経験したことですね。こういう全部の体験を通して、私はそれでもイエス様に慰められたということをですね、言ったんですね。まあですから、これはもう多くの人の心を捉えたそうです。非常によく売れました。発行後わずか3週間で第2版が出るほどでした。なぜかというと、彼の言葉が全部実体験の中から生まれたものだったから。彼は苦しみの中で神様に叫びました。そして苦しみの意味を求めました。そしてその体験から生まれた、ことを書いた。で、それはとても自由に富んだ言葉だったんだと思います。今なおとても読まれていきますから。まあ、そういう意味でですね、僕たちがイエス様からいただく栄養分というのは、イエス様がさまざまな苦しみや悲しみを通して作り出してくださった、もう栄養分だなというふうに思いますですね。ですから皆さんはクリスチャンになって、そしてイエス様と共に歩まれる時、いつも考えてください。ちょうど私の心臓がとてもね、なんて言いましょうか、命に満ちた血液をどんどん私の隅々まで送ってくれているように、で、それがなければ僕たちは生きていけないですよね。だから指先まで、もう全部血が回ってくれるから生きている、健康でいられる。だからこれをゴムバンドで締めてしまうと、こっちが死んでしまいます。だからそういうふうに血液がこの回って生きているように、皆さんイエス様の命は僕たちにどんどん送られている。クリスチャン生活というのは、そのイエス様から送られてくる受益で生きることです。楽と思わない？自分で受益を作らない、もらう。しかもイエス様と同じ命をもらうんですから。だからもしね、みんながふっと誰かに親切にしたいなと思った時には、その親切はね、イエス様の受益がさせていること。だからその人はね、イエス様から助けられてるんです。ああ、小さなことだけどね、ある時僕は大阪で、地下街を歩いている時に、もう、みんなどん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 もうね、歩いていきますよね。そしたら公衆電話のところに、一人女の子が、小学校2年か3年の女の子が立って泣いてるね。それで僕、どうしたのって、聞いたんだけど、で、見ているとみんなたくさんの人が通るんだけども、誰も目を留めないんですよ。で、僕は行って、どうしたのって言ったら、お母さんにはぐれちゃったって。だから電話をしたいんだけど、お金がないっていうのね。だ、僕はあったから、じゃあ僕カードを持ってさ、もう今はもう公衆電話もなくなっていくよ、どんどんね。みんな携帯、多分お母さんも携帯だと思うね。だから僕は携帯
持ってないんですよ。でカードをあげたら彼女がね泣きながらありがとうって言ってで入れてお母さんと連絡がつきました。そしたらもうとても嬉しそうにありがとうってここにお母さんが来ますって言ったのね。あよかったねって言って僕はそこを離れたんですけど、これはもう些細なことを誰でもやることなんだけれどでもなんとなく気持ちが良かったんですよ。でそんなことは考えてみるとねイエス様の受益がすることです。不思議だなというふうに思いますね。だからどうか皆さんねイエス様にとどまっていると自分を通してイエス様の命とイエス様の手助けとイエス様が周りの人に届いていくんだということをですね感じていただきたいと思いますね。で僕は16歳の時にイエス様と出会ってイエス様とつながってイエス様からこの受益を受けてずっと生きてきたんだろうというふうに思いますね。だから前にも話したけど中学時代の同窓会があって40年ぶりに旧友たちと再会した後その幹事の人から手紙が来た時に、今回の同窓会で最大の驚きは米村さんだったと言いました。皆さん一人一人のドラマを垣間見せていただいたけれど中でも米村さんの変化には驚きと不思議の感を抱いたことでした。どうしてですか？驚きと不思議はこれイエス様なんですよ。僕じゃない。不思議に僕の存在からイエス様の受益からでイエス様の手助けイエス様の表情そういったものが出たんだろうなというふうに思いますね。まあそういうふうな手紙をくれたのでねで僕はその旧友に返事とともに僕の本を送りました。するとまたこんな返事が来た、ね、学校の運動場で大きなね、啓示を受けたという箇所を読んで多分僕の本をどっかで読んだったと思いますね。やっと私の記憶にある小学校の頃のあなたと現在のこれびっくりするんだけど深く優しくしなやかで知的な驚くべきあなたの変容とがつながりました。これ読んだら妻が驚いちゃうんだけどだけどね、でもこの表現は誰を褒めてるのか。イエス様ですよ。つまり私じゃなくて私を通して出ていった一つのイエス様のなんて命に驚いたんだなというふうに思いますね。 ですからイエス様に従うなら私たちからこのイエス様の命が出ていくんだということが一つね。でも古い命もあるので時に古い命も出るんですよ。で私の妻はいつも僕の古い命を見ててがっかりするわけですね。まあそういうようなことですね。ですから基本的に僕たちがですねこのイエス様につながってこのイエス様からその受益を受け続けるということが、ね、とても大切。そうすればあなたは豊かな実を結ぶというふうに言われていますね。そのためにね、僕たちがしなければならないことはとにかくつながっているイエス様につながっているということです。どうしたらつながっているということが分かりますか？皆さんつながっているってどうして分かる？自分つながっていると聞かれてどうかな、つながっているのかなとか思ったりする。でつながってどうしたらつながるか。ある時パウロはねこんなことを言ったのね。でパウロは何とかしてイエス様を捉えようとした。でも彼は分かったんですね。で私がすでに得たとかすでに完全なものになっているとかいうのではありませんと言いました。でパウロもね得たとは思ってない。何もかも得たとかあるいは完全なものになったなんてとても自分について言えない。でも私がやってることは一つですって言いました。それは何かっていうとね捉えようとして追い求めていると言いました。これがパウロがやってること。捉えようとしてイエス様を捉えようとして追い求めている。
そうするのはと言いました。キリストイエスによって捕らえられているからです。ということにパウロは気がついたんですよ。あ、そうなんだ。もし自分がイエス様とイエス様を捕らえようとしているなら、それはあなたが捕らえられているからですよ、というふうにパウロは言った。この言葉で僕はね、ずいぶん助けられた。今まで一生懸命イエス様を捕らえようとしていたのね。でも捕らえきれなくて挫折してたんだけど、でもね、あなたが捕らえようとしていることは、それはあなたがイエス様に捕まえられているからだ、というふうにパウロが言ってくれて、ああそうだと僕はね、安心しました。ですから僕たちがイエス様にとどまるためには、たった一つ、とどまりたいと願うだけでいい。で、とどまろうと皆さんの気持ちがね、イエス様の方に向けられているなら、そういう願いがあなたにあるということ自体がイエス様に頼って捉えられているからだ。もう大丈夫ですね。急にイエス様が僕をバッと捉えてくださっているのを感じましたね。それまで自分で一人でもがいていたけども、気がついたらイエス様がしっかりと僕を抱きしめてくださっていたですね。で、それがですね、イエス様に捉えられた人生ですね。つながっている人生です。で、そうして自分がもうイエス様に捉えられているということが分かったときに、パウロがやったことは一つです。ただこの一時に励んでいます。後ろのものを忘れて、下向きに前のものに向かって進んでいますと言いました。これはイエス様につながった人の生涯の特徴です。一つは何ですか？後ろを忘れる、前に向かうということです。一生懸命イエス様を見つつ走っていくですね。それが、そして前に向かって生きるときに何をするかというと、これはもう、ね、後ろものを忘れて自分の目の前にあるこの一時に励むことです。毎日神様は僕たちの前に仕事を与えてくださるんですですね。その仕事に励みさえすればいいんだなというふうに思いますね。オスラーという人もね、もう自分は医学を勉強したんだけど、卒業していったこれからどういうふうに歩んでいいかわからない、とっても悩み、そしてまた不安に感じておりました。その時にね、ある有名な文学者の一つの言葉が彼の心に光を与えたそうです。その言葉とはね、我々の大事業は遠く離れたところにおぼろげにあるものを見つめることではなく、手元にはっきりとあることを行うことである。ああ、手元にはっきりとあることをやればいいんだ。漠然と将来を見たりしないで、目の前にもすでにあることに取り組めばいいんだ。彼は言いました。ごく平凡であったが、この言葉は私の胸を打ち、私の脳裏を離れず、私の人生に大いに役立ったと言ってます。ですから、イエス様に捉えられた人、イエス様につながっている、つながっている人の一つの行動原理は、ここにあるように、目の前にあること、それをやることだな、手元の義務をやることだなと思います。で、それが第一ね、つながっているということの証拠は、自分が、ね、目の前にあることをしっかりやっていくことが実はつながっていること。で、第二番目はね、これも簡単だけど、続けることです続けること、とどまるというのは継続を意味します。ね、ですから、振り返ってみるとですね、本当に置かれたところで僕はいろんなものを継続しなければなりませんでしたね。何度も話したように、小さな町で伝道を始めた時に、僕は時々いつまでですかと思いました。でも結局は続けるということをしなければならなかったし、続けるということがイエス様にとどまることであったと思いますね。で、まあ、長い間ですね、
日本キリスト教団で牧師をなさっていた方が僕たちの町に退職して来られたんですね。それでそこに教会があるというので訪ねてくださった。で挨拶にですね、そして、小平先生という方でしたけれど挨拶に来られて僕に聞かれました。米村先生は何年ここで牧会をなさっているんですかと聞かれたんですね。その頃もうすでに40年ぐらい近かったので、そうですね40年ぐらいやってるでしょうかって言った。40年ですか。もうとっても驚いて、そして感嘆して言われました。40年もここから動いたことがないっていうことですかという、お偉いですねと言われてね、ただじっとしていることがそんなに立派なことかって驚きましたね。皆さん、イエスにとどまるということは同時にね、継続も意味します。だから案外どこかで皆さんは置かれたところで、ね、渡辺和子さんが言ったように、置かれたところで避けなさいと言われた通り、置かれたところで忠実にやるということも実はイエス・キリストにつながっていることの一つの大きな証拠なのかもしれないというふうに思いますね。で結局僕の人生というものは本当に置かれたところで、何年となくやり続け、そしてもう僕は77歳になり妻は80歳になりましたので、ほぼ僕たちの人生はこれで終わるんだなというふうに思います。でもとどまることは決して悪いことではありませんでした。で、僕にですね、働きを委ねてアメリカへ帰っていったですね、宣教師夫妻をある時訪ねましたね。ご主人がパーキンソン病ですから、そのお見舞いにも行った。そうするとその夫妻が通っている教会の牧師さんが来られました。それでその牧師さんにね、僕は自己紹介しました。で私はこの方たちが数十年前に日本の九州というところの小さな町で伝道を始められたんですけれども、その働きを引き継いで今日まで牧会をしている米村と言いますと、こういうふうに言ったんですね。そしたら一緒にいたその宣教師の奥さんでペギーさんっていう人が、ね、どーっと涙があふれ出ました。そして彼女は言いました。私は、ね、この二人英二さんと幸子さんの忠実さにどれくらい感謝しているか分かりませんと言ったんですね。で僕はそのペギーさんの涙を見てね、ああ残ってよかったなと思いました。ブツブツ最初は言ってたけれども残ってよかったなと思ったんですね。ですから初めて忠実ということは決して悪いことでない。今2人も天国にもいますけれども、まあ、そういうような人生ですね。ですから振り返って思います。私の人生とは何であったか。もうそれはね、ただ手元にあるもの、目の前に与えられたものにひたすら忠実であったということしか言いようがない。まあ、そういうような感じで、イエスは私にとどまっていなさいと言いました。そして私にとどまっているならばその人は必ず多くの実を結びますと言いました。そして私から離れてはあなたは何もすることができないからですと言われたですね。まあ、そういうこれも有名な箇所ですので覚えていただきたいというふうに思います。ということで今日の授業はこれで終わりですね。で早いですけど、だから質問たくさん来てるのでそれに答えたいと思いますね。はい、じゃあね、まあこれから始めようか。これあんまり、あ、まだあるんですが、ありがとう。聖書と関係がないけれども、先生の心に残った景色、忘れられない風景をお聞かせいただけたら幸いです。
僕たちが大好きな場所はね、上高地。行ったことある？上高地。こんなに綺麗な、やっぱり北アルプスって綺麗だなと思いますね。で僕がね、九州、僕たちが住んでるところはね、阿蘇、山々がある、外輪山が見えるって、いつも僕の書斎からもすぐ目の前に山が見えるし、朝散歩する時にもいつもその田原山という山に向かって散歩するんですよね。だから山はもういっぱい見てきたと思っていたのね。そしたらうちの教会から長野信州大学の医学部に行った若者がいてで僕が彼を訪ねた時に迎えに来てくれて、米村さん山みたいですかって、山なんか毎日見てるよって言ったのねでも行きましょうって言ってね、で彼は僕を車に乗せてずっと松本からね行くんですよ。でも僕は久しぶりに彼と会ったから、もうただ いろんなおしゃべりをしてたのね。今考えると左の方には北アルプスがずっと見えてたんですね。でもそんなのあまり気がつかないでずっと、そしてあるところに来たら突然目の前に北アルプスがもう現れたのねその時におおという気持ちになって、あ、これが彼の言う山なのかと思ったんですね。やっぱり 3000m っていうのはやっぱり本当に感動的でしたね。それで僕はその時の印象が忘れられなくて、もう一度行こうと思ってね、で2人で出かけたんですね。そして、北アルプス行って、でその後僕は上高地に行きました。でその頃僕は田辺十二っていう人のね、そういう登山の気候ね、そう記録の本をたくさん読んでたので、上高地はその穂高っていうのがどれぐらい感動的なものであるかをいろんな人が書いてたので、で行ったんですよ。やっぱり感動しました。それでね、僕たちはその後毎年のように行った。ちょうど牧師会が名古屋の近くであるの で牧師会が終わった後に上高地へ行きましたけれども、今でもとても懐かしい素晴らしい景色だなと思いながら、でももう3年行ってないので今年は行きたいなと思ってますね。あれはすごいですね。ですからもし心残った景色があるとするならば、やっぱり上高地ですね。まあ上高地の話も本に書いてますので読んでみてください。はい。それからもう一つは、今持ってこられたのは何だっけ、ちょっと待って、これ OK、 ひょっとしたらこれはもっと複雑かもしれないのであとで読んでからもっと簡単なのからいきましょう。何分までだっけ、半まで、25分まで OK。 はい、まあ、これは簡単ですから、いや大洲キリスト教会は地元の人が多いですか、また皆救われた高校生たちは何割ぐらい残ってますかっていうことですよね。大洲教会はね、今は大洲という町は今はもうね3万人ぐらいの町になってるんですよね。でもそこから車でまあ40分50分1時間行けば熊本市という人口70万の都市がありますよね。半分は熊本から来ます。でそしてだから大洲の地元からは多分3分の1ぐらいですね。だからどちらかというと大洲の人よりも熊本から来る人の方が多いかもしれませんね。でもね、熊本の人たちが来るのは、一つはうちは田舎だから駐車場が
いっぱいあるんですよ。無料の駐車場がね、教会自身のもあれば、すぐもう隣も駐車場になっていて自由に使えるので、だから熊本から来る人は、まあ、楽なわけ。駐車場代タダだし、それに来る時に朝の外輪砂が見えて綺麗なんですよ。だから気持ちが楽になるし、まあ、教会もついでに行くかという気持ちで教会に来られると思いますね。で、まあ、そういうような感じですね。それから高校時代、中学校高校時代にクリスチャンになった人たちがどれぐらい残っているかということですけどね。でも結婚して遠くへ行って牧師の奥さんになったりした人もいますし、まあ、そういうクリスチャンたちもいますから、外国へ行った人もいますし、クリスチャンいますから、どれぐらいいるかな。今現実に私たちの教会にはその当時の人どれぐらいいるんだろう。でも数えたことないけど、結構いるかな。20人ぐらいはいるかな。え？2割ぐらい、うん、2割ぐらい、今の改修の2割ぐらいはその当時の中学生高校生ですね。でもね、その時の高校生がもうなんと60歳だもの、一番上が。それからだいたい60歳から50ぐらいまでだね。文俊さんたちが50、もういくつだっけ、3とか4とか言うからね、うん、それぐらいまで。え、なんだっけ、あ、親を入れると、あ、そう、子供たちの親たちがねクリスチャンになったからね、うん、そうね、うん、まあ、よくあの子たちは親を導いたですね。だからね、あの頃は子どもたちばっかりだから、保護者会をよくやりました。そしてみんな教会、なかなか敷居が高いじゃない、だからみんなのお父さんお母さんたちを招いてくださいと、そして教会がどんなところかを見ていただきましょうって言って保護者会をやってね、そして歌をみんなが賛美歌を歌ってくれたりとかして、そして僕が自己紹介をしたりだとか、そしたらね、多くの人がね、随分どんなとこ行ってるかなって不安だったけども、こんなに明るくて楽しいとこなら子供が行きたいってことはよくわかりますというふうに言って、だんだん教会に来られるようになった方たちがねいましたね。そういう、だから本当に小さな子どもたちが一つの町に大きな群れを作る、いわゆる核になったんだなというふうに思いますね。それから説教の時間が減って信徒たち反対はありませんか。ありません。短くなってよかったという人もいます。まあ、あまり長い説教はしない方がいいんだと思います。妻がいつも言いますですね。ですから、まあ、短くていいんじゃないかな。ここはね、ずいぶん長く話さなきゃいけないからやや苦痛なんですけど、聞く方はもっと大変だと僕は思いながらいるんですけど、皆さんはよくまあ我慢できますねと思いますね。はい。それからこれはどういう意味でしょうね。説教のゴールは慰め、励まし、立て上げることが最も大事重要ですが、人格が練られているとき、どのようなことを受け取られましたか。この練られるプロセスに楽しいという感覚が欲しいですということですけど、まあちょっとこれ2つの質問なのかもしれませんね。はい、はい、分かれているんですよね。はい、まあ、説教のゴールは慰め励ますことですね。確かにそうだと思います。まあ、僕自身思うのは、説教の一つの目的はやっぱり
考えてみるとね、説教っていうのは今まで長い歴史の中で、教会でずっと説教が行われてきたわけですよね。でやっぱ説教っていうのは、皆さんもいつか説教するときには最終的なゴールはもちろん慰めたり励ましたりすること、やっぱり変革を与えることですね。その人自身に若干とも影響があるような説教っていうのがあったらいいですよね。やっぱりそういう、僕も説教によって変えられてきましたね。ですから説教っていうのは不思議な活動だと思います。日曜日ごとにね、教会で説教が語られる、人がその言葉を聞いて変えられていく、新しい転身するというようなことがあるということですね。はい、まあ僕自身も説教によって練られてきました。ですから練られる時楽しいかどうかは別として、時にはね、無感覚であるよりも練られる時の方がまだいいですよ。悩んでいる時の方がいい。悩まなくなったら成長が止まったということかもしれないですよね。だからいつも宣教師がそう言ってた。僕が非常に悩んだり戦いがあったりするときに、ね、必ず、ね、信仰上の悩みは必ず出口があるから、だからいいんだって、神様は何か君に、一つのことをしていらっしゃるんだよというふうに励ましてくれましたね。はい、それから、九州は一族のつながりが強く、家族の信仰と違う信仰を受け入れないというイメージがあるんですけど、実際どうでしたか？あんまり大きなそういうことは感じなかった。それはもう日本全体が同じだろうと思いますね。九州だから特にそうだということはないような気がするですね。あと、奥様との馴れ初めを教えてください。時間があるときやります。明日しましょうか、ね、はい。先生の教会での信徒さんとの関係で先生が意識していることなどについて詳しくお聞きしたいですということですよね。これ、まあ、一度なんか話したような気がしますね。まあ、今回特に感じましたね。コロナで交わりが非常に少なくなって、しかも3ヶ月も休まなくちゃいけない時に当然会えない、そういう中で信徒と自分との関係は一体何なんだろう、で3ヶ月も会わなくて教会っていうのは存続できるんだろうかというようなのはね、あったですね。それで思いついたのは、もう言いましたように、とにかく善意に手紙を書こうと。もちろんそれはプリントされた手紙ですけど、しかしそこには普通の手法のような単なる情報ではなくて、説教でもなくて、手法には説教と、まあ、大体金情報が書いてありますね、案内とか。でも僕の個人的な気持ち、あるいは家族の様子、あるいは自分の例えば今考えているようなこと、それを全部書いて、そしてみんなに送りましたね。でそれがまあ最初はもう誰も来ない時は百何十通と送んなきゃいけない。それでも考えてみたら、毎週やったとしても84円でその人に何かをお知らせすることができるってことは、僕は素晴らしいことだなと思ったんで、やり続けたですね。ですから、まあ、ある人たちはもうそれの頼りが、手紙が毎週来るのが楽しみで、教会のことを思い浮かべていましたと言ってくれたですね。で3ヶ月が終わって、そしてこれから始まりますという時にはびっくりしたんだけど、たくさんの人が来ました。だから100人近い人たちがね、戻ってきたんですよ。ああだから、ああみんな生きてたんだ、ちゃんと教会忘れずにいたんだと思った。そして3ヶ月後の再会を彼らがね、もう喜びやっているのを見て、教会は生きていると思ったんですよ。だからまあそういう意味で、で道本さんのこと話しましたけど、あの方はハガキで、ハガキで60今3円だっけ、
63円であの人は信徒の心を捉えてんだね。安いもんだね。ですからそれはでも大変な愛のロープだけど、皆さん覚えてください。今はね、郵便を出す人は本当に少ない。そんな中で手書きのものが来るっていうのはね、多くの人にとってとても嬉しいことのようです。だからぜひみんなも覚えておくと、ああね、道本牧師はハガキで、ね、信徒の心を得てるんだなとかですね、僕の場合もある意味で頼り、この前書いた頼りは148号かな9号かだから150週続けたっていうこと、3年まるまる続けたっていうことですよね。ですから以前よりももっと僕たちの家族のことを知ってる、あるいは僕の気持ちとかね、妻のことをどう思ってるとか、そういうことまで全部もうとにかく知らせようと思ったので、そういうような感じでしたね。あとまだいくつか残っていますけれど、次にしたいと思います。はい、いいですね。あと残るは2回だけですね。また期待して明日を迎えたいと思います。ありがとうございました。